Hey bosses, it's Kate from Asian Boss. One of the most prevalent ongoing social issues the media talks about when it comes to Japan is its declining birth rate. So much so that even Elon Musk is concerned about it. And he tweeted that Japan would someday cease to exist if the death rate keeps exceeding the birth rate. In fact, Japan's population had its largest drop on record last year. But why does the population keep dropping over the years? Do the Japanese simply not want babies anymore? Our Asian Boss reporter hit the streets of Tokyo to find out. ちょっと初対面から少々変な質問かもしれませんが、お子様はいらっしゃいますか？いません。いないです。2人います。長女も2人。息子も2人。でも長男は障害の子で亡くなったんですよ。いやまだ結婚もしませんし、ちょっと経済的な安定もないので、やっぱりそこは計画的のない、ね、子供を作るわけにはいかないと思ったので、作ってないですね。相手もいないですけどね、はい、でなんか政府のデータによると2021年の日本の出生率が100年間の間でなんか最も低かったっていう2021年そうです、そういう結果が出ました。ご存知でしたか？いや今初めて知りました。そうですね、2021年が最も低かったっていうのは知らなかったですね。なんか最近とにかく出生率が低いっていうのは知ってたんですけど、はい、驚かないですね。あの政府が悪いし教育も悪いし、とにかく私はそう思います。で日本の出生率がなぜこんなに速いスピードで低くなっているのでしょうか？女性の社会への進出っていうのが増えていく中で、結婚する年齢が上がってきたりとか、そういったことが原因かなって思います。その遅くまで働いてて、もう家事とかやる気が起きないとかっていうパターンもあるでしょうし、逆に、それこそ、ね、これで子供を育てるにはちょっともう本当に体力がなさすぎるとかっていうふうに思っちゃうのかもしれませんから、そういうのは、ある程度あるかもしれないですね。私たちは産めや増やせやの時に生まれてきた人です。だから親も大事にする、国も大事にする。だけど今の若い人見てごらん、遊んでばっかりで。そうでしょ、なんだってかんだって自分さえ今さえ良ければいい、それでは国はダメ。今の若い人見てると自分たち今が良ければいいという感じのように見受ける、この原宿見てる限り物価なんか消費税とかが上がってるんですけど、収入とかは増えてはない。その経済的に多分10年前20年前から比べると収入はそんなに増えてる方じゃないと思うんで、経済的に今子供を育てられる経済力が伴ってないのかなって思います。やっぱり2021年はコロナウイルスの影響もあると思いますので、それと同時にやっぱり日本という経済においてはやっぱり子供を大学まで育てなきゃいけないっていうそのベースとしての概念があるから、やっぱり親としても子供をあんまり増やして貧しい暮らしをするよりかは少なくして豪華に暮らすしてさせてあげたいなっていう、そういうマインドの方が多いのかなと思います。日本だけじゃなくて韓国とか中国みたいな他のアジアの国でも起こってるんですね。となんかそれ以外になんか日本だけなんか日本特有の文化とかこういう社会的要因がちょっと日本の出生率の低下に影響してるんじゃないのみたいなのってもしかしてありますか？やっぱりね、僕はテレビだと思います。テレビやっぱり深夜番組がですごい面白いんですよ。日本ってバラエティーが見ちゃうじゃないですか、やっぱり。ってなるとそういうね、やっぱ子供を作るような行為もやっぱりで行われないんじゃないかって僕は思いますよ、もしかしたら。いやそうですね、日本人はやっぱ海外に比べるとシャイな人が多いっていうのはよく聞くんで、それでそもそも相手ができない人が多いんじゃないかなっていう感じですね。だと思います、日本特有のあれとしては。そうですね、性格ね、はい、周りがあまり子供を産んでないから自分も子供をあまり産まない方がいいんじゃないかなとか、そういったその計画をする上で周りがどうとかそういったことを気にするのは結構日本は強い傾向があるのかなとか、そういったことは思いますね。日本自体がやっぱり男は出稼ぎに行って女性は家で子供を育てるっていう文化があるので、ただここ最近は育休とかライフワークバランスでそういうのをこう企業的にも注力しているので、少しずつ良くなってはいると思うんですけど、やっぱりそれはすごい根付いていて難しいと思います。どっちかといえばその女性の方が子育てをしているイメージは多いので、
まあ、子育てしながら働いてるのは男性以上に大変なんだろうなという気はしますね。まあ、仮に大学出て働くと22歳として、まあ、その時に子供がお腹の中にいたりとか、それとももう、働き、会社入ってすぐ働き続けたいけど子供欲しいっていう人だとちょっとなかなか厳しい、まあね、当然会社入って 1,2 年はいろいろ経験して勉強しなくちゃいけないっていうところもあるんで、その時に妊娠しました、ちょっとお休みいただきますっていうとなかなか会社側の理解も得られにくいのかなという気がしますね、はい。子供欲しいと思いますか？まあ、いつかは。いつかは。なぜですか？やっぱり子供可愛いから。徐々に減ってるのかなっていう気はしてますね。ほとんどは欲しいって言ってますけど、でも中にはやっぱりいらないって言ってる友達も何人かいるので、まあ、そういう人が徐々に増えてるのかなっていうは思います。僕一人っ子なんですけど、まあ、何ですか、自分の家庭の血を絶やしちゃいけないじゃないですけど、それもありますし、まあ、自分の子供が成長する姿とかもまあ見たいなとは思うんで欲しいですね。僕はもう単純にもう子供が好きなのでたくさん欲しいし、あとはやっぱり賑やかな方がもう家庭は楽しいと思うんで、その理由で僕は欲しいです。一番僕は逆に、やっぱ東京、僕らは地方から東京に来たんですよ。東京に来た理由とかって、まあ、そのいろいろ夢を追ったりとか、ね、なんかもう自分の目的があるわけで、それなのに子供が欲しいなんて言うことってやっぱないと思うんです、東京の人って。やっぱただやっぱ日本人の特徴として西洋と違ってやっぱ人に流されるっていう文化もやっぱあるじゃないですか。それがまあいい方向に悪い方向にもというか、周りがやっぱり子供が欲しくないって言ったらやっぱ自分も欲しくなくなるような感覚がやっぱ大変なんだって思ったりするじゃないですか。やっぱそこの小さいねところがねやっぱ出てくると、まあ、歪みになってやっぱり、あ、子供とか大変なんだな、じゃあ私もまだいいかなとか思っちゃうんじゃなかろうかと思いますよ。結構こういう日本の出生率が下がっていることが欧米のメディアでも取り上げられていて結構話題にもなってて、なんかテスラのイーロン・マスクっていう人がいるんですけど、そういう人が日本はもうすぐ消滅するみたいな話をしたんですね。それ聞いてどう思いますか？ちょっとやばいですね。本当にそうなると思いますか？いや、完全に消滅はないと思います。傾向としてはゼロではないんでしょうけど、それちょっと極端すぎるかなっていう気がしますね。やっぱり出生率は落ちてても子供は絶対いなくならないと思うので、はい、まあ、それが将来的に我々が年取ってた時にその彼らが働いたお金のうちの税金で人数が多い我々を養っていくっていう面ではちょっとまずいのかもしれないんですけど、うん、まあ、子供がいなくなって日本が破滅するっていうのはまずありえないと思いますね。でもね、イーロン・マスクさんが言うとね、なんかすごい説得力が違いますもんね。あの人もすごい人ですからやっぱり。でもまあ、ね、日本人をね、頑張ってくれたいと思います。僕も頑張ります、はい、でもイーロン・マスクも言ってることも分かります、はい。で、出生率の低下によって日本が受ける影響ってどんなことがありますか？まあ、今、まあ、日本の文化だったりとかそういうのを伝える人がそもそも少なくなってくるっていうのが一つと、あと、まあ、若い子たちがやっぱり新しい時代っていうのを作っていくので、まあ、そういうカルチャーみたいなところがなくなってくるのかなっていうのと、あとは、まあ、年金の問題だとかそういったところが今フォーカスされてる中で、単純に高齢の方が増えてきて若い人がいなくなってくるっていうと、国としてはちょっとそうですね、回していくのが難しくなるんじゃないかなっていうのは思ってます。当然子供が減っていけば、その人たちが将来大人になった時に、まあ、日本の人口を支えきれるかっていうと多分厳しくなってくると思うんで、まあ、そうなると、ね、外国から労働力を雇い入れたりとかっていうそういう問題で、まあ、人によってはそういうのが嫌だっていう人もいるでしょうから、その辺は、うん、長い時間かけて議論していく必要はあるのかなとは思いますね。やっぱ荒れたりいろんな文化が入り乱れるんで、ちょっと ごそっとはすると思うんですよ。でもそれを断ってたら日本は衰退していくと思うから、受け入れてみんなでビッグファミリーみたいにならなあかんと思うんですよね。日本を世界の国みたいにしたらいいじゃないですか。いろんな人が住むニューヨークみたいにしたらいいじゃないですか。それで日本人の温かさでニューヨークみたいになんか
ドラッグにはまってたりとか、ここ行ったら拳銃で殺されるとか、そういう地域を生むんじゃなくて、ね、日本でもそういう地域ありますけど、そういうところを作るんじゃなくて、みんなで底上げしていくっていうかね、声かけていく、気に留めていく、で困ってないかとか、余ったもあったらあげたらいいじゃないですか。労働力が下がっていくということだと思いますね。まあ、それによって国内総生産 GDP が下がっていく可能性は大いにあるなというふうに思ってます。はい、僕も同意見なんですけど、あとやっぱり移民の受け入れに関する議論がどんどん活発化していくんじゃないかなって思います。なんか外国人を受け入れることによって、このまあ働く人口に対する問題が解決されますか？そうですね、それはされると思います。やっぱり人数、母数が増えたら、ね、生まれる子どもも増えると思うので、まあ、日本で生きていくって結構特に言語的な壁、文化的な壁あるので結構大きなハードルだと思うんですね。なのでそういったその文化だったり言語の壁を乗り越えられるようなサポートを日本の政府がもっとやっていくことで受け入れていくってことが必要なのかなというふうに思います。人口を上げるため、出生率をもっと上げるためには、政府はどのようなちょっと政策をした方がちょっと効果があると思いますか？まあ、やっぱりちょっとお金の問題になっちゃって申し訳ないですけど、ある程度その子供を産めば、税金をその分免除しますとか、そういったような補助的な策が、まあ、直接そのお金をばらまく必要はないと思いますけど、何人以上子供がいると、税金その分何割安くしますとかっていうような施策があればありがたいなと思いますけどね。やっぱ子供を育てるのってすごいお金がかかるんで、やっぱそういう金銭面で子供を作れないみたいな家庭もまあ少なからずあると思うんで、まあ、賃金とか改善すれば出生率も上がってくるんじゃないかなと思います。まあ、その女性の職場復帰っていうのをもう少ししやすくする制度を作っていただけたら嬉しいなというふうに思います。もうやっぱり男の人も女の人も働くっていうことが当たり前な時代なので、やっぱりその子育てもできるようなその労働環境づくり、例えばその労働時間をまあもうちょっと減らすとか、そういったことでも対応可能なのかなと思います。まあ、休暇を増やすとか、あと、結構人って、まあ、それだけじゃないと思うんですけど、結構損得感情で動くことがあると思うんですよ。それは無意識的にも、やっぱりその子供を産むと自分が得をするっていうか、 何らかのその便益が受けられるって思うようになれば子供を産んでくれると思うんですね。でやっぱり子供を産むとこんなに幸せなんだよっていう、子供を産むとこんなにいいことがあるんだよっていう風なことをもっと知ってもらえれば、子供を産むというか、そういう産みたいって思う人が増えるのかなと思います。